今宵の針は一味違いますよ。展開。ファイナルラウンド。ファイト。沈みなさい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 。やられました。動くな。安全は保証する。高速試行停止。状態や警戒態勢に移行します。ファイナルラウンド。ファイト。沈みなさい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 。開始します。サツケ、あなたまでこの騒ぎに乗せられているのですか？ああ、ごめんですよ。同じ路地裏同盟だけど黒猫さんに頼まれちゃったから。黒猫シーズン深いの。確かにあなたはあのミナと仲がいいのです。それだけでは私は敵対するのが弱い。ムマだけではなく、シキにも頼まれました。そんなことないよ。私はただシオンは容赦がないからしばらく足止めしてくれってお願いされちゃって、シオンとは友達だから話せば分かってくれるって引き受けちゃって、その時の状況が手に取るようです。いいでしょうか。友情より愛情というわけですから、そういう事情なら私も気兼ねなく戦います。ファイナルラウンド。ファイト。沈みなさい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 。私に勝てないとはどういうことですか？それだけの適性がありながら吸血種として成長しないあなたは。命に保険はかけたか。優しい問題ですね。ファイナルラウンド。ファイト。戦闘再開します。沈みなさい。沈みなさい。沈みなさい。無駄な抵抗を沈みなさい。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 予測数値。うせろたたり。この世界にあなたの居場所などありません。私と戦うなんて。ファイナルラウンド。ファイト。沈みなさい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 。をする。あまり私を困らせないでほしい、アキさん。あなたとはできれば同志でいたいのですが。いい度胸ね。優しい問題。ファイナルラウンド。はい。もらった。沈みなさい。沈みなさい。甘い。沈みなさ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 い。動くな。まったくあまり煩わせないでほしい。いくら戦闘経験が欲しいと言っても私だって暇ではないんだ。本気なんだな。優しい問題で。えっ、もう来ちゃったのか、師匠。多少無理をしました。サツキの妨害は無双無でしたが、かえって行動原理に火がつきました。2つの理由ができて足が速くなるというのです。なんか怒ってないか、師匠。怒ってないと言いません。私の目的はこの奥にいる今の排除、エルトナムのものとして当然の責務です。悪いけどシオンを生かせるわけにはいかない。レンは自分で決着をつけたがってる。ほう、指揮は本番です。以前から気づいていたのですが、あの黒猫には際限なく甘いのですね。まるで娘に盲目な父親のよう。いや、そうかな。そういうわけじゃないけど、とにかくシオンは帰ってくれ。ここは俺とレンで何とかするから。あ、無言で前進。やっぱりなんか怒ってないか、シオン。怒ってはいません。少しばかりあなたに腹が立っただけです。ファイナルラウンド。シュッファイト。沈みなさい。さらいこの程度です。沈みなさい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 。もっと無駄な抵抗を。動くな。安全は保証する。指揮とはあまり戦いたくありません。あなたは時に私の計算を狂わせる。その直視の目ではなく、楽しませてくださる？優しい問題ですね。はじめまして、シオン・エルトナム・アトラシア。同族として歓迎するわ、ワラキオ。タタリの一尾がレンという馬をコピーしたのですね。この半熟なタタリとも悪夢とも言えない結界はそのためですか？ええ、けどそれも今夜までよ。邪魔な黒猫はたった今取り込んだわ。方向性を持たないタタリがなぜ沼をモデルにしようとしたのかは気になりますが、原因の解明は後にしましょう。まずは目前の結果を消去します強気ね、シオン。錬金術師にも吸血鬼にもなりきれないあなたにはこの鏡の世界がお似合いよ。ファイナルラウンド。カイト。沈みなさい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 。この程度です。沈みなさい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 。この程度です。沈みなさい。沈みなさい。沈みなさい。戦闘再開します。展開などありません。あはっ、ちょっとワクワクしてきたかも。開始します。どっちつかずは白猫の方だったわね。あなたは錬金術師にも吸血鬼にもなりきれないじゃなくて、その両方を受け入れて競争に勝てる相手じゃないってこと。ありえない。なぜあなたがこんなところにいるのです、ブルー。どうしてって、ただの気まぐれね。ま、私も使い魔が欲しくなってちょうど主不在のがいたから手を出しただけなんだけど。そうか、たたりの残りなら沼を模したのはあなたの仕業か。なら私と戦う？いいわね。アトラスの錬金術師と討論するのは初めてだし、久しぶりに体を動かしてみようかな。ファイナルラウンド。ファイト。沈みなさい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 。やば。やば。沈みなさい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 。私にあなたを倒しきれない。魔法使いがその気になる前に戦場から撤退します。シキ、あなたは自分の体を何だと思っているのです。何度も言ってるでしょう。あなたは無理ができる体ではない。いえ、それ以上にあなたが関わると事件の規模が大きくなるのです。この町にはアキハや代行者がいるのですから、カイジの救命は彼女たちに任せておけばいい。そうなんだけど、今回のはこの前の続きっぽかったし、下手するとシオンまで狙われると思って内々に何とかしたかったんだけど。その気持ちには感謝します。ですが相手はワラキアの残滓だ。吸血鬼の相手などあなたの役割ではないでしょう。問題はそれを否定できない俺の立場にあるみたいだね。否定してください。大体何ですか、サツキまで巻き込んで。彼女がどれだけ危うい立場かシキは理解しているでしょ。まったく、サツキに頼むのなら私にも頼ればよかったのです。シキからの要請なら私だけ引き受けるのはやぶさかでは。あれ、俺はおとなしくしろって話じゃなかったっけ。そうです。そう言ってるではありませんか。ええ、今日という今日はとことん忠告させてもらいます。シキ、あなたという人はですね